時間も7時半になりましたので、それでは開始させていただきます。今日はですね、2人女性ボーカルを呼んでおります。1人は、高宮奈美恵さん、もう1人はまだ来てませんけど、足立よし子さん、もうすぐ来ますけど、ということで、女性ボーカルを中心にお送りしたいと思います。それでは、うちのバンドの、広報部長に代わりたいと思います。どうぞ。こんばんは。ようこそ、瀬川健といらっしゃいました。 H バンドということで、月に1遍ぐらいここで女性ボーカルのライブをさせてもらっています。ご承知のとおり、ご覧の通りたくさん人いるんですけども、このお店禁煙ということで、ご協力お願いしたいなと。で、もし、ちょっとぐらいチップでも払ってみようかなと思ってくださったらですね、このカウンターの一番ここにメキシカンハットがありまして、ここにこう100円玉とかチャリンチャリンとか入れてもらっても結構ですし、パサッという音のしないお金も大歓迎でございますので、ぜひお願いしたいなと。今ダンバスの井口さんからお話ありましたけど、今日は、今からボーカルの女性、奈美恵さんが7、8曲、その後8時半からですね、10時まで、次のボーカルを紹介します。1曲目は What a Difference They Make っていうことで、マディソン郡の橋っていう映画が昔あってですね、その中でも少し流れた曲です。ずっと雨だったのに24時間だったら晴れてとっても素敵な人生になったなということで、今日も雨だったのが晴れた、幸せな話なんだということの曲です。1曲目からスタートしたいなと思います。Yes.
ございました。ありがとうございました。1曲目ちょっとにぎやかな曲を全員でやりましたので、2曲目はマイフーリッシュハートという、これも映画の曲で、ライム麦畑で捕まえての J.D. サリンジャーって人が書いた小説が映画化になりましてですね、その曲名の映画の題名のようなんですけども、まあ女性の愚かな女心で、好きになっちゃったらもう盲目になっちゃって、この愚かな心をこの次の人は大丈夫かしらというこういうことを心配する歌です。これは、ちょっとシンプル、リズム隊とボーカルでいってみたいと思います。はい、お願いします。Beware my foolish heart.
まあこの後はね、まあ、大体こういう、ライブやるときは賑やかな曲としっとりした曲を交互にすると、まあ、まあお客さんが飽きなくていいかなっていうことなんですけど、今度は「ソーナイス」っていうさらばの曲で、イパルマの娘っていうのがものすごく流行ってるですね、2、3年後にアメリカに上陸したんで、便乗してとっても売れた歌のようなんですけども、まあ、恋の出会いの予感がすると、ちょっと季節外れなんですけどね、夏になると、とっても素敵な出会いがありそうかなということで、ブラジルの娘がワクワクしているとそんなような歌です。兵隊さんが、彼女と奥さんのところに帰ってきてですね、奥さんが、まあ、It's been a long time、since I met you before と、まあまあ、随分経ったわねと。だから歌詞の中にもですね、Kiss me once, kiss me twice, kiss me once again と言って、キスばっかり出てくるんですけどね、まあ日本語だとなんかお久しぶりねみたいな演歌みたいなあの名前がついてるんですけど、まあ、実際は、戦地から帰った長々と待ったですね、待ちに待った人を迎えるそんなような方なので、少し、スローベースに、しっとりとお送りしたいと思います。Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again.
小夜曲っていう小さな夜の歌っていう曲という意味であるんですけど、今そんなことやったらすぐ捕まっちゃうと思うんですけど、日本家が狭いんでね、アメリカは多分家が庭が広いんで、予算地の前で男が歌っても問題ないということなんでしょう。なんかちょっとこの MC するんで調べてたら、夏目漱石が I love you っていうのを英語で訳するときに、愛してるって訳したら生徒にですね、日本人がそんな言葉を使うんじゃない、君 I love you は月が綺麗だねとこう訳すんだよとこう言った話があるっていうんですけどね、どうもあいつばらしいんですけど、昭和になってからその豊田有恒っていうあの宇宙戦艦ヤマトの脚本を書いた人がですね、昔夏目漱石はそう言ったんだって言ってるんですけど、出典がないんで多分嘘かなと、でもこういうところで喋るとウケるんで、使ってます。じゃあムーンライトセレナーデ行ってみましょう。
シャドウを備えるって言って、イソシギっていう名前の映画があって、サウンドパイパーっていうイソシギっていう英語の名前なんですけど、まあこれはもう言うまでもなくとっても有名な曲なんで、ちなみにその映画はあのリチャード・バートンとエリザベス・テイラーが結婚して初めて、2人で主演した映画だったかなというふうに、なんかその前の年にクレオパトラで出会って結婚してですね、でまあシャドウ・オブ・ヨスマイル、サンドパイパーという映画に主演して、全然映画は受けなかったらしいんですけど、この曲は、映画 の, あのアカデミー賞の歌唱を取ったという曲のようです、はい、じゃあこのしっとり系ですね、シャドウ・オブ・ヨスマイルいってみましょう。